はい、皆さん、こんにちは。レクセン人講師の川原です。今回はですね、2022年度、不動産鑑定試験ですね、部分識試験最終合格を果たされました、宮本ペルツさんをお招きしまして、私の対談という形で、いろいろとね、お話を伺っていきます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは合格おめでとうございます。いや、本当にありがとうございます。いや、僕もこう、連絡いただいてすごい安心したんですけど、ね。いや、本当に。良かったというか、はい、耐えたというか。そうですね。はい。少しだけね、ちょっと期間かかっちゃったね。はい。ちなみに合格発表ってどこでご覧になったんですかね。僕はもう会社のパソコンで見ましたね。はい、あ、そうですか。周り、じゃあ、職場の方いらっしゃる中ですかね。いや、職場の皆さんは、社員旅行に行きました。すごい日に社員旅行行きますね。そうなんですよね。もう本当に。なるほど。じゃあ、一人でこう、じゃあ、ね、そうですね。もう僕は一人で見て、はい、では僕と一緒に、受けてた人がいたんですけど、はい、まあ、その人は、はい、トイレで。別々で、こう、見てましたね。で、結局繋がらんかったって言って、僕のパソコンに見に来ました。じゃあ、二人で確認して、ね。二人で受かってたんでよかったなって感じです。確か、並びの番号とかですかね。並びの番号です。ね、それよかった。まあ、ちょっとね、もう二人とも同時に受かっていただいて、本当に良かったんですけどね。ありがとうございます。宮本さんは、まあ、学生の在学中から勉強を始めて、で、まあ、担当免除制度をうまく使っていただきまして、まあ、今年最終合格をされたんですけど、なかなかその学生の方には、こう、鑑定士って、こうね、馴染みが薄い資格だと思うんですけど、この鑑定士勉強を始めたきっかけっていうのはどういったことなんでしょうかね。そうですね。まあ、その、もともと、まあ、就活、大学の時に意識し始めて、うん、はい、まあ、何かしらやらないとなと思ってたんですけど、うん、で、まあ、その中で、まあ、不動産業界とか、ちょっと興味あるなとか、で、他にもその資格系とかもいいなとか思ってたんですけど、はい、まあ最終的にその不動産業界とかに就職するってなった時に、うん、でその中の、まあ要するに不動産業界を見てて、資格を見てて、うん、でもこの2つミックスした最高峰のところになんか不動産鑑定士ってのがあって、そうですか。で、まあその、本当、そもそも何もしなかったんですけど、うん、まあ大学のパンフレットを置いてるみたいな感じで。そこがきっかけなんですね。そこにあって、友達、はい、まあ、一緒に受けたやつですけど、はい、そいつがこれすごい資格なんやでって言ってて。ちょっとしてたんですね。そうなんです。そいつが言って、うん、僕も、あ、そうなんや、みたいな感じで、じゃあ一緒にみたいな感じで、あ、なるほど。やりましたね。ちなみに、学部って不動産に絡むような学部だったりするんですか？いや、もう法学部なんで、もう特にその別に不動産っていう感じではなく、はい、まあ、まあ、結構周りには普通の就職の人がいたり、公務員の人がいたりっていう感じで、うん、まあ多分一般的な学部っていうか、そういう感じです、ね。なるほど。ちなみに不動産なんで興味があったんですかね。まあちょっと、あれですけど、まあお給料がいいっていう話を。稼げるかなとか、まあでも金額でかいですからね。そうですね。はいはい、っていう、まあ、入りはそういうところから、はい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 、楽して稼ぎたいなみたいなところもあったんですけど、はい、まあしっかり苦労しました。そこで、それほど楽じゃなくて。まあそうですね。なるほど。ちなみにじゃあ大学何年生から勉強を始めた感じですかね。まあ資格の存在自体は、うん、まあ大学2回生の時に知って、うん、2回生の時ってまだそんな勉強とかやりたくなかったんで。まだ入りたてといっても過言じゃないぐらいですね。そうなんですね。でも2回生の時はまあちょっと、パンフレットあるわぐらいの感じで置いてたんですけど、うん、はい、まあ大学3回生とかになって、はい、まあ周りがちょっと早い人が就活とか始めて。動き出してるってことですね。でもまあ僕は、でも普通の就活か、てんてんてんみたいなところがあって、うん、あ、じゃあなんか去年、ちょっとチラ見してた、あの資格、ちょっと、いいかなって思って、まあ、河原さんの、京都を来られてて、ガイダンスってあったと思うんですけど、まあ、それをちょっと友達と聞きに行って、あれ？これいいかなっていうので。騙されちゃったんですね。結果、でもちゃんと合格できたんで。なるほど。あ、本当にもう、普段は僕は東京の水道橋本校でこうずっと講義してて、はい、なかなかこう関西とか他のところに行けないんですけど、はい、まあ年に4回ぐらいですかね、ちょっとこうガイダンスで行かせてもらって、その京都本校に行った時に来ていただいて、本当にもう昨日のことより覚えてるんですよね。そうですね。お二人こう並んで、いただいて興味持っていただいて、ああ、学生の方で始めてくれるといいなってこう始めていただいたので。そうですね、もう、はい、あれ、まあ、もうその時もほぼその、まあネットとかでちょっと知ってるぐらいの知識やったのを、まあちゃんとその、はい、こういう感じでやったら受かるよみたいなのを、はい、まあ、教えてもらって、はい、行こうっていうので、決めて。責任も重大だったから、ちょっと安心したんですよ。すごくそれを覚えてるので、こう受かっていただいて、僕としても本当にあれが嬉しかったんですけどね。はい、ちなみに、まあ、いくつか予備校あると思うんですけど、はい、レックを選んでいただいたのはどういった理由なんでしょうか。まあ、そうですね。まあ、その、
まあ、実際入ってからじゃなくて、その入る前、うん、まあ、なんでレックを選んだかっていうと、うん、まあ、やっぱりその、まあ、大学生だったんで、うん、まあ、やっぱり金銭的な部分っていうのは、結構大きくて、はい。かなりお買い得ですからね。でも、レックとその、はい、まあ、他校のを比べたときに、はい、もうその、比べるまでもなかったというか。そうですね。あの、学割がすごいですからね。そうなんですよね。もうそれ見た瞬間に、はい、まあ、ほぼほぼ、レックかな。あ、いや、大丈夫ですよ。値段でもね。ほぼほぼその、値段の部分でもレックかなって思って、はいはい、で、まあそこからその、いやでも、値段だけだったらどうしようっていうのがあって、で、その、実際その、一応、まあ、入りの部分なんで、はい、実際どうかわからないんですけど、はい、まあ、ネットとかで見て、まあテキストがわかりやすいとか、はい、で、まあその、なんか、まあ、最終的には合格者の人数っていうのは、うん、その、結構、開いてると思うんですけど。そうですね。まあ、絶対数だとタコさんですけどね。そうです。はい、でもなんか、合格してる人のその、まあ、受講者に対しての、はい、その合格してる人の割合っていうのを見たときに、え、安くて率も高いし、はいはいはい、もうこっちでいいやんっていう、なるほど、いうのがあって。あ、でもちゃんとそう、実際確かに絶対数合格者数だとタコさんなんですけど、多分率だと多分遜色ないというか、全然負けてないと思うので。そうなんです。だからもう、はい、うん、まあ、入りは値段なんですけど、はい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 、実際調べてみて、はい、もうこっちでいいよねっていう。あ、なるほど。まあ最初は全然中身を知らない状態ではあるんですけど、はい、まあ最初はそういう感じで入っていったっていう感じです。なるほど。わかりました。初めはその、だから学生なんていうか、その学業との両立で、多分途中からお仕事されて仕事両立だと思うんですけど、はい、その、学業と勉強、あと、まあ仕事の勉強です。その両立ってなんか工夫されたことはありますかね？まあ、そうですね。まあその、まあ結構学生の時は、うん、まあ、まあ、一緒に目指す友達がいたっていうので、うん、まあ、同じところで勉強したりっていうので、うん、まあ、東連とかもそうですけど、うん、まあ、ちょっと、その、点数負けてるとか、うん、勝てるとかっていうのが、身近なライバルですね。ちょっとあって、はい、まあ、そういうところで、まあ、やる気にはなるかなっていうのがあって、うん、まあ、ただ、これはその、あまり仲が良すぎると、二人で堕落していくので、うん、まあ、これちょっともう俺、鼻つゆみたいなところあるんですけど。いいかなそうそう。っていうのがあるんで、ちょっと学生の時は、うん、まあ、もっと勉強できたはずなんですけど。なるほど、まあ、ちょっと若干、まあ、甘いじゃないんですけどね。まあ、二人しかいないですからね。だから、まあ、ちょっと、まあ、まあ、だから、一緒に頑張れる人がいるっていうのは、うん、まあ、一ついいところだったかなっていうふうには思います。はい、なるほど、はい。お仕事されてからの両立みたいなのはどうですかね。そうですね。まあ、仕事始めると、やっぱりその、まあ、結構その、まあ、仕事もその、鑑定士の試験を合格ありきのところに就職したので、そうですね、はい、で、はい、まあ、その、まあ、受からないと。そう、プレッシャーですよね。まずいんで。まあ、100% プレッシャーですよ。そうです。だからその、学生の時みたいに、いいよね、いいよね、みたいな。なるほど。そんな。まあ、だからその甘いをいい意味で、ちょっと、こう、なんですかね、厳しくしてくれたって感じですね。そうですね。もうだからもう、絶対にやらないとっていうのがあって、うん、もう、その、どうやったらやる気がとかっていうのかは。以前の、もう そもそもやらなければ。やらなければならないっていう。なるほど、なるほど。そうですね。まあ、やっぱ、まあ、仕事場でも勉強してたんで、職場で、まあ、仕事始まる前と仕事終わってから。ああ、そうですか。でもそこで勉強できてたんで。ちょっと、例えば自宅戻っちゃうと、こう、ちょっと、ね、しなくなっちゃいますもんね。だからもうそこで勉強してたんで、はい、まあ、仮にその、周りの人が普通に仕事してる中で、はい、僕が一人で遊んでたら、大変なこと、それも大変なことなんです。まあ、ああ、なるほど。まあ、確かに、その、関東事務所入ると、本当に100%プレッシャーでしょうけど、まあ、でもそれは確かにもう勉強する環境という意味では、そうです。まあ、よく、いい意味でプレッシャーを感じれば、そうですね。まあ、まあ、強制の契機になるところですね。僕にとっては、まあ、ちょうどいい感じで、まあ、やる気の維持はできたかなっていう感じです。なるほど。わかりました。まずじゃあ、鑑定試験の担当と論文に分かれてるので、少しだけ担当、まあ、だいぶ前だと思うんですけど、はい、担当の勉強って、まあ、基本的にはうちの過去問集、足別過去問集なんですけど、はい、それメインだと思うんですけど、大体どんな感じで勉強されましたか？まあ、そうですね、もう3年前なんで、結構忘れちゃってる部分あるんですけど、はい、うん、まあ、鑑定理論に関しては、うん、まあ、結構、その、川原さんも、うん、その、まあ、論文の勉強してると、うん、そうですね。まあ、担当なりますね。もう、その、点数ついてくるって話だったんですけど、ね、まあ、結構、僕、その時は、まだ保守的で、ちょっと結構担当の方にも比重を置いて勉強してたところがあって、はい、まあ、よくよく考えたらもっと論文の勉強しておいたらよかったなっていうのは。なるほど。まあ、難しいですよね。やっぱり、まず担当からないと受けれないですからね。そうですね。やっぱりどうしても担当やっちゃいますもんね。その、まあ、僕、ちょうどコロナで延期した年、うんうん、ちょっと伸びたそうですね。ああ、なるほど。延期した年で、うん、その直前の
担当の追い込みしてたのに伸びて、うんうん、ああ、じゃあちょっと論文もしなきゃみたいな。難しかった年代ですね。その、じゃあもうちょっと担当やるべきなのか、いや、ちょっと論文の方を戻すべきなのかみたいな。そうですね。すごく難しい、こう、あれですね。でも、その、本当その時の、まあ僕、までその時は大学4年生で、うん、でも、少なくとも担当落ちるっていう選択肢は、まあまずないじゃないですか。うん、もうそこ落ちちゃったらダメだけど、結構、はい、多分推奨されてるよりかは担当厚めでやっちゃったからっていうのはあります。難しい。結果論的に見ればもうちょっと少なくと思うんでしょうけど、やっぱその時はちょっと難しいですよね。そうですね。まあ、今思うともう少し担当の勉強をこう抑えて、論文とかにちょっと行けばよかったなって感じですかね。まあ、なかなかそれ実は確かにこう、同時にやる難しさではありますよね。わかりました。じゃあ今度論文の方なんですけど、科目が民法、経済、会計学科っていう論文なんですけど、この辺のこうバランスってどういうふうに取っていきましたかね。そうですね。まあ、最終的に、まあ、3年勉強してるんで、うん、まあ、全部が同じ比率っていうわけではないんですけど、うん、はい、まあ、1年目とかは、その、特に、もう、うん、まあ、担当もあったっていうのもあって、うんうん、まあ、理論が手いっぱいのところがあって、ね、はいはい、まあ、結構教養は、おろそかな部分はありましたね。うん、まあ、ね、もう勉強時間で言ったら、まあ、ちょっとあの行政法規は置いといたら、多分論文の勉強で、まあ、理論半分今日やってて、はい、うん、まあ、まあ、教養やってたかな、ぐらいな。うん、なるほど。なるほど。まあ、しょうがない。まあ、1年目ですね。やっぱ担当からないと厳しいですからね。そうですね。はい、あと、まあ、まあ、その、まあ、後ほどもお話あるかと思うんですけど、うん、まあ、結構その、教養の勉強とかも、うん、あの、まあ、トーレンと、まあ、テキストとあると思うんですけど、うん、まあ、その辺のバランスとかも、うん、結構勉強の仕方、今から思うと結構バランス悪い勉強してたなっていうのを感じます。うん、まあ、難しいですよね。今思うのですやっぱその時やるとなかなか判断難しいですからね。わかりました。4科目の中で、まあ、じゃ苦手かなと思う科目って何かありますかね。苦手なのはもう、経済と演習です。はい、僕も入ってきましたね。経済と演習ですね。なるほど。じゃあ、な計算系とか数学系とかそういう系ですかね。そうですね。まあ、その、結構、あの、初見のインパクトが強い問題に結構弱い。ああ、応用的なところですね。そうなんですよ。だから、見慣れない論点ってことですね。そうなんですよね。だから、はいはいはい、あの、まあ、うん、3回本番論文受けて、うん、はい、でも演習とか、はい、過去2年とかも結構僕の中でインパクトが強くて、はい、そうですね、去年とかもすごかったですからね。だからもう、はいはいはい、みたいな若干パニックになっちゃうだけだからね。そうですね、嘘、はい、やろって思いながらなるほどなるほど。で、多分よくよく考えたら別にそうでもないんですよ ね。まあでもやっぱ緊張する本試験の場ですからね。そうですね、うん、まあ結構その、 あの演習とかだと、うん、あの最初の土地の批准のところの事例どれ選ぼうかっていうので、うん、難しい判断難しい問題でしたもんね。すごい迷って、はいはい、時間食っちゃうところですね、はい、でよくよくなんか後々聞いたら、はい、全然間違ってるのを選んで最後まで行ってる人は高得点取ってたみたいな聞いて、はい、あ、やっぱ完走しないとなっていうのがあって、はいはいはい、だから、はい、まあ、それ、まあ、2年踏まえて今年は、はい、まあ過去2年に比べたら優しかったとは思うんですけど、ね、はい、まあちゃんと完走できで、はい、まあ、多分ポコポコポコっと落としてはいるんですけど、はい、まあ、やっぱ乾燥するのが大事なんだな。なるほどなるほど。これでも苦手だったんだけど、苦手の対処法をある程度やっぱりこう数年かけてちょっとこう対処できたって感じですかね。そうですね。うん、そうですね。はい。じゃあちょっと鑑定理論論文の方のちょっと勉強方法なんですけど、はい、論文ってこう苦手得意だとどっち系ですかね。いやでも多分あの普通なのかなっていうのが。正直なところで、あ、はい、あ、そうですね。まだ以上3年やってるっていうので、はい、まあ、3年やってるにしては普通なのかなっていうところが。まあでもうちではもうトップクラスですけれどね。でも、まあ、多分結構こう保守的にとか結構自分に厳しいタイプなんで、こう多分こう自己採点が厳しいと思うんですけどね、まあ。そうですね。1年目と比べるとだいぶできるようになったっていうのはあるんで、はいはいはい、まあでも逆にその3年やってるにしては、うん、まあ、結構すごい人とかもいるじゃないですか。まあまあ確かにモンスターみたいな人いますね。そう。でもああいう人とかいると、はい、うわ、すごいなっていうのがあって。はいはい、で、まあその、まあ、トーレンとかでもその、うん、あの、模範トーレンみたいな。ああ、はい。夢中の模試で優秀とはみたいなの選びますからね。はい。はい、1年目とか、あれを見たとき、はい、どういうことですか。こんなにいけるのかと。でも、2年目、3年目選ばれてましたよね。そう、3年目で僕選ばれて、ね、あの時はもう結構嬉しかったです。ああ、だからもう、とてもじゃないけどいけないと思ってたところに、自分がいけたってことですね。そうですね。もうあれはその、結
ほう。はい。うわーって嬉しい。僕あのサービスして選びました。いや、そんなことないんですけど。ちゃんと適切に選びました。でもだからそうなって思ってたほど、実はだから、なんかやっぱ、思ってたほど、実はそのハードルは高くなくて、でも多分ちゃんと自分も実力アップしてて、うん、そうです模範解答でかけれるぐらいまでこう上がってきたところ、ね。そうです。もう最初のインパクトよりかは、ね、まあみんな狙えるのかなっていうところはあります。ゴールが見えてきた、はい。ちなみに、この論文の勉強って具体的にはどういうふうな感じでやってましたか、ね、まあ、鑑定理論は、うん、その、まあ、やっぱり論文の勉強なんで、まあ、2、3年目の勉強なんですけど、うんうん、まあ基本的にはその、トーレンがあると思うんですけど、うん、あれをもうひたすら回しつつ、うん、はい、回しつつ、まあ、そのトーレンで出たところを、うん、トーレンはまず一通りしっかりできる状態にして、うん、でそこからこの論点とか、まあ、今年危なそうなんじゃないかなとか、うん、まあ、自分の中で思うところを、うん、まあ、そのモバイルであったりテキストであったりみたいなところでちょっとずつ、うん、厚み増していくみたいな。周辺も確認してみたいな、ね。そうですね、はいはいはい。っていう感じで、はい、まあ、それやっていくとなんか気づかないうちに結構そこそこ、うん、まあそうですね、網羅できてるっていう感じ で、ね、はい、まあ、ベースを通れんで、はい、他のテキストとかモバイルとかでどんどん穴をなくしていくっていう感じでやってました、うんうん、なるほど。一応僕その勉強方法としてもそれをお勧めはしてるので、一応まあ自分で言うのはなんですけど、一応通れん等々でだいたい出そうな論点は潰せるようにこう網羅的に問題作ってるので、そうですよね、まあ、それでかメリハリつけていただいて、あと足りないところはモバイル等々で自分なりにこうカバーしたって感じですね。わかりました。まあ、こんな目の前に僕がいるとちょっと言いづらいと思うんですけど、まあ、僕の講義だったり、まあ、問題だったりとか、その辺って、こう、受講生さん立場から見て、どんな感じでしたかね。そうですね。まあ、結構その、まあ、基礎の講座の最初のやつとかあるんですけど、うん、あの時はその基本的にもう、わーって感じで聞いてて、うん、聞いて、はい、あ、そうなんやっていう感じだったんですけど、うん、まあ、実際その、トーレンとか解いて、うん、で、まあ、実際、河原さんの解説とか見ていってやると、うん、まあ、結構その、こことこう関連してるよみたいなところがあったりして、うん、自分ではその、ここを解いてるだけで他とかの関連で気づかないんですけど、うん、まあそのビデオ見て、初めてその、うん、あ、ここと関連してるんだとか、うんうん、ここってこういう意味やったんやっていうのを、うん、そもそも疑問すら持ってないので、うんうん、動画見て初めて気づくことっていうのも結構あるんで、うん、まあ、そういう意味では結構助かったのかなっていうところであります、うん。なるほど、なるほど。あ、ちゃんとだからまあ、理解していただいたということですね。わかりました。じゃあ、その、レックのそのコースでこう提供する教材だったりで、まあ、特にこう、勉強する上でこう役立ったなってものって、まあ、それぞれ科目なんかあったりしますかね。そうですね。まあ、基本的には、民法は、うん、もう、効果がすごかったなっていうのが、まあ、そうですね。多分、まあ、豊岡先生も言ってますけど、効果さえマスターすれば、ほぼ対応できる感じですかね。そうですね。うん、まあ、民法は基本的に、効果をメインにして、うん、まあ、トーレンをサブみたいな感じで使ってったんです、うん。なるほど。あ、でも、それ豊岡先生が言ってる、こう、スタンスだと思うんで、それとてもいいんですかね。そうですね。うん、で、他の、その、会計、経済、理論に関しては、うんうん、その理論はさっきも言ったかもしれないですけど、うん、まあ、東連をメインでやって、はいはい、で関連してたりとか、はい、まあ、ここはやっとかないとねみたいなところを、うん、まあ、他のテキストで固めていく、うん、まあ、基本的にベースは東連っていう感じで、うん、なるほど。会計学とかはなんかよく総ざらいの講座いいとか言ったりするんで、その辺ってよく取ったりしますか、ね、総ざらいはいいですね。あ、そうですか。いいですいいですなんか定義集みたいなのもついてるんですよね。なんかそうですね、うん、まあうん、まあ、その定義集がいいとかっていうよりかは、うん、もうやっぱり、東連、まあ、総ざらいもですけど、うん、東連もですけど、うん、その、メインの論点をまず、うん、そういう東連系で、しっかり潰していって、うん、で、まあ、その、東連、会計って結構、その、うん、どこが大事なんやろって、1年目全然わからなくて、うん、高掛けとかポンって渡されて、うん、じゃあ頑張ってねって言われても、うん、ふぅみたいな感じのところがあった、はい、あったんで、トーレンを、まあ、1年目やって、うん、あ、大体こういうところが大事なんだっていうのが分かって、はい、まあ、2年目以降しっかり、あ、じゃそれを軸にして、はいはいはい、しっかりそこはまず固めて、で、周りもちょっとずつちょっとずつ埋めていくみたいな感じでやってました。はいはいはい、あ、なんで、まあ、やっぱり、まあ、だから、トーレンってことですかね。まあ、民法は高掛けなんですけど、はい、まあ、他の科目はトーレンでメリハリをつけて、
あとは自分なりにちょっと隙間をこう自分なりで埋めていくみたいな感じですかね。わかりました。あと理論ですと、まあ、トーレもそうなんですけど、じゃああと暗記する際に、暗記ってこうテキストメインで暗記する方とモバイルメインで暗記する方ですね。どちらタイプですかね。僕はもうほとんどモバイルですね。あ、モバイルの方を使っていただいた感じですね。はい、逆にテキストの、逆にテキストの大事な部分とかは全部モバイルに、移植した感じですね。って感じですね。で、今日はあの実際にこれ持ってきていただいたのが、これですよね。もう勲章のようになってるから。そうですね、ボロボロです。いや、いいんですよ。これも勲章ですからね。これの中に、こう、ああ、こういうふうにこうメモ書きをして、そうですね、全部こう情報を集約してってことですよね。そうですね。もう当連のキーワードとかも全部入れて、はいはいはい、まあ語呂合わせも入れて、みたいな感じで、はいはい。だからこれを見れば、ほぼもう確認できるみたいなのに、こう自分なりに作ってたって感じですかね。ね、はい、いいです。勲章ですね。大体セロテープで補強しないと。もう、何ページかポロポロって。それ、俺、僕のこと言うんですけど、すごいいいですね。こう本当にこれやった人の、多分こう始めた方は綺麗なんですけどね、こんぐらいにならないともう受からないってことですよね。もう表紙がなんかメロンの皮みたいになってきてます。テカテカしてる感じいいですね。大勲章ですね。はい。あとはそのレプで提供する教材以外にこう自分なりなんかこうまとめノートとかなんか自分なりになんか作ったのもってありますか、ね。そうですね。まあ民法だけに関しては、うん、まあその効果形をメインで回してたっていう話、はい、だったんですけど、はい、まあ効果形って基本的に問題が上にあって下にすぐ答えがある。はいっていう感じ、はい、あれですかね、この効果形、ね、あ、そうですね。問題があって、あってもすぐ下に、ね、そうですね、はい、あのヒントの図形図も書いてあったりしてっていうの で、答えがすぐ見えちゃうんで、ね、見えちゃうんで、まあそれだとちょっと、はい、まあ僕の中ではちょっと嫌だなっていうのがあって、はい、あの自分でその問題と、うん、まあその問題に使う条文をピックアップした、うん、まあ自分なりのノートみたいなのを作って、これですよね。そうですね。左に問題で、はい、問題。こうだから自分でこうコピーして切り取っていく。あ、そうですね。問題文をこっちに並べて、で関連する条文をやって、そうです、ね。で回答は効果形自分で確認するんですよ、ね。あ、そうですね。だからこう効果形をこう開いて、これ隠して、あ、そうですね。もうそれ問題見て、問題見て条文確認して、じゃあ回答はみたいな形で、そんな感じでやってました。あ、すごいですね。これ自分でこれ作られたんですね。こういう感じで。だからその、はいはい、レックのその公式のあの教材で最近あの、うん、あの効果形の問題を全部まとめましたみたいな、うんうん、多分なんかご意見いただいてそれを参考に多分この問題だけを並べたようなものが直前に送られてきたと思うんですけど、ね、っていうのを、はい、まあだから自分でやられてたところですね。そうですね、はい、まあ民法とかは特にその条文とセットでっていうのがあったんで、うん、そうですね。豊川先生も最近条文すごい重要っておっしゃってますもんね。そうですね。はい。だからもうその、まあ特に民法その本番だと条文が載っててっていうのがあって、うん、まあ条文見たら逆にもう、論点これっていうのが逆算的にいけるっていうのがあったんで、うんうん、まあこういうの作ろうかなっていうのを、なるほど。作りました。自分なんでこれか。はい。これも勲章ですね。ありがとうございます。特に鑑定理論はこうやっぱり基準類似項の暗記というのがこうやっぱり大変だと思うんですけど、はい、なんかこう暗記ってその例えばその目読とか音読とかいろんな方法があると思うんですけど、暗記ってどんな風にやってましたかね。僕はもう、まあ、もちろん両方するんですけど、うん、その本当に大事なところというか、うん、まあ、特にそのレッだとその最初になんか128項、うん、あ、そうですね、基礎講座でまず押さえてほしい、はい、128のフレーズをフレーズっていうのがあったと思うんですけど、はい、もうそれはもう最初に全部音読して、うん、録音して、うん、もう、あ、自分で録音したんですね、はい、聞いてましたね。だから逆にその人にこれの定義何やったとか言われても、うん、自分のリズムで言っちゃうんで、こいつ自分の音声したのを聞いて言っちゃって、もうあれか何言ってんねんこいつみたいな感じになると思うんですだからもうその音で覚えたそうですね。なるほど。で、それで128固めて、まあそれを目次代わりにして。はい。だからそうですね。もう、まず128を、うん、まあ核にして。うん、全体像をつかめた感じですかね。そうですね。はい。だから結構128やった後に、その最初、うん、その担当の問題と言った時に、うんうん、あの、128そのまま、のフレーズを覚えてるだけで解ける問題あるやん。あ、そうですね、ありますね。結構あってびっくりしました、ね、はいはいはい、そうですね。あれで多分暗記する量と全体に一応2割ぐらいはあれでいけるはずなので、まあそうするとある程度は確かに全体像が分かってくる感じですかね。あんまりじゃあ書くって作業はそんなしなかった感じですかね。そのフレーズ、その、まあモバイルとか、その128とかの、うん、まあ、書くのフレーズは、音読とか録音でっていうのがあったんですけど、うんうん、
基本的に東連を回すときっていうのは、めちゃくちゃ書いてました、ね、うんうん。あ、そうですか。それはある程度キーワードを書くって感じですか。そうですね。うん、もう、まあ、明らかにこれは書けるっていうのは置いといた、うん、置いといて、まあ、ちょっと、うん、まあ、例えば還元利回りとかよく飛ぶんで、うんうん、還元利回りは書いとこうみたいな感じで。あ、なるほど。自分が苦手だったりとか、ちょっとやばいなと思うところは、ちょっと書いたりとかするって感じですかね。はい、あと、なんか、細かい留事項とか、その辺ってどんな風に言ったりしましたかね。まあ、留事項も、うん、まあ、丸暗記できるやつもあるんで、うん、まあ、それはもうすんなり入ってきて、丸暗記できるやつは丸暗記してそのまま書くんですけど、うん、まあ、丸暗記できないやつとかは、うん、まあ、その、まあ、絶対に書かなきゃいけない、その、まあ、うん、フレーズというか、まあ、日本語的に主語と 何かは絶対書かなきゃいけないよね、うん、みたいなところは、うん、線とか引いたり、人、うん、強調してとかね。して、まあ、それだけは絶対落とさないようにして、うん、で、まあ、それを書くに覚えていって、うん、で、まあ、だんだん、それしか覚えてなかったのが、うん、気づいたら大体全部ああ、肉付け、だからそうですよね。はい、まあ、だから繰り返していくと、肉付けされていって、最終的には全体が覚えられるなって感じですよね。はい、はい。語呂合わせみたいなのは自分で考えて作ったりしましたか？語呂合わせはだいぶ作りました、ね。ああ、じゃあこのさっき言ったモバイルに結構書かれてる感じですかね。はい。まあ、世に出していい。そうだ。ああ、なんかあんまり、はい、言っちゃいけない。そうですね。そうですね。語呂合わせになっちゃいますね。そうね。あんまり映せない感じですか。そうですね。あ、でも結構自分なりに語呂合わせをこう考えて作ったって感じですね。あ、語呂合わせってやっぱ自分で作った方がいいんですよね。いろいろそういう工夫して覚えられたって感じですかね。でも、川原さんのちーちゃんもっとキスしーとくはめっちゃ使ってました。それは自分でもこの最高傑作だと思ってました。あとは、論文ですと、特に通信の方は、こう、添削が唯一のこう、受講生さんのやり取りになっちゃうんですけど、一応レックとしては、できる限り丁寧にこう、添削はしてるつもりなんですけど、その辺ってこう、受講生さんから見てどうでしたかね。そうですね。まあ、実際その、結構赤ペンでしっかりコメントとかがあって、うん、その、まあ、特に、まあ、民法。ああ、もう豊川先生すごい、もう左手なんですけど、すごい、こう、書いて。特に民法とかは、ね、まあ、最初の初年度とか僕、当連で3点とかを叩き出したり、時があった。民法はね、結構一桁の人が多いんですよ。で厳しい採点が。叩き出してたんですけど、まあまあ、でも、実際2年目、3年目勉強して、うん、で、まあ、ある程度自分の中で、こうやっていうのを書いて、うん、で、まあ、その、しっかり指摘してもらえるっていうのは、うん、あ、でもなんか書き応えがあるというか、うん、なるほど、その、まあ、細かいところでも、うん、これはいいかってされると、うん、それよりも絶対その厳しく見てもらえる方が絶対いいと思う。うん、はい、豊川先生の添削に耐えられれば本試験なんで、軽いもんだけど、結構厳しくやりますね。あと、今田さんはこう通信でこう受講されてたんですけど、特にこう、質問を教えてチューターっていうのが質問制度ある、はい、まあ、メールでの質問なんですけど、その辺、でどう活用しましたかね。そうですね。1年目は、もう僕ほとんど活用してなくて、うん、試験直前にちょっと焦って、うん、まあ、小手先の、どうやったら受かりますかみたいな。直前期あるんですか？あるある質問だ。そういうのを送って、やったりしてたんですけど、はい、まあ、2年目以降、まあ、しっかりちゃんと内容も理解しようと思ってやって、うんうん、で、結構、まあ、一年目も勉強してたつもりだったんですけど、うん、まあ、もう一回二年目以降勉強すると結構いっぱい質問で、うん、逆に、だからちゃんと分かってきたが嫌な質問が出てきたところですね。そうですね。はい。だからもう、民法とかは、うん、まあ、結構その、当連とかでもしっかり指摘が入るんで、うん、まあ、こういう表現とかってどうなんですか、うん、とかっていうのを自分の中で結構気になるところとかは、結構質問したりして、うん、でもしっかり帰って、ってくるんで、うん、1年目全然そんな使ってなかったんで、うん、しっかり帰ってくるんやっていうのが。そうですね。うち結構まあ、僕とか豊川さんは比較的早めにこう、そうです、メール、質問返せると思うんで、そうですね。そうです。だからもう、はい、だから2年目で、まあその、理論だと、まあその川原さんとかに、はいはい、まあ、丸暗記してた対象不動産の確定とかの意味、はい、よくよく考えたら、はいはい、何言ってるのかよくわからへんなと思って。あれ、バランキスならすごいですよね。対象不動産の確定、あれ ?2 回してるとか、なんかよくわからん文章やなって思って、はいはい、もうそれ結構質問した時あったと思うんですけど、はい、それでちょっと帰ってきて、はい、あ、そういうことなんやな。なるほど。あ、でも本当かなり有効活用してるんですね。はいはい。だから結構、だから、教えてチューターは、うん、まあ、まあ、本当にただ、
しっかり覚えられて問題解けるっていう人は別に使わな、うん、まあ、使わなくてもいいと思うんですけど、うんうん、逆にちょっとでもその、うん、聞きたいなみたいなのがあるなら使った方がいいかなっていうのは、うんうん、そうですね。なるべくこう早めに返すようにするので、それほどこう生の人との対策なく質問はできるかなと思ったりするんですけどね。わかりました。と、まあ、鑑定試験はどうしてもこう長丁場になっちゃうので、こうモチベーションの維持とか、時にはこうスランプになって、それをちょっとね、克服しなきゃいけないとか、そういったことあると思うんですけど、その辺ってこう自分なりなんか工夫されたことってありますかね？そうですね。まあ、特に、まあ、1年目はモチベーションの維持はできてなかったと思うんですけど、うん、2年目、3年目とかは特にそれも、まあ、会社に入って、うん、で、まあ、受からないとダメでっていうのがあって、はい、まあ、モチベーション云々とか言ってる場合じゃ、ね、うん、ないっていうのがあって、強制的に、ね、そうですね、やってたっていうのもありますし、はい、まあ、とはいえ、うん、まあ、サボる日があるんですけど、うん、まあ、まあ、僕、その、会社直前2ヶ月休み。まあ、試験休み取れるんですね。そうですね。直前2ヶ月間休みなんですけど、はい、まあ、その2ヶ月間とかも、まあ、1日10時間勉強したるっていう意気込みは言って、うん、はい、で、まあ、できる日もあるんですけど、はい、まあ、できない日は、まあ、できない日であるのは、まあ、逆にその仕方ないのかなって、うん。まあ、それ割り切ってってことですね。そうですね。まあ、1週間に1回ぐらいそういう日があってもいいのかなっていうのがあって、はいはいはい、まあ、サボったら、はい、まあ、1週間の1日、1日でサボるんだったら、はい、まあ、翌6日しっかりやればいいんじゃないかなっていう感じで。なるほど、なるほど。だからまあ、まあ、所詮手段というか、それ、まあ、別に目標じゃないですからね、はい。だからそれを自分なりにこう紹介したところです。そうですね。わかりました。あと、まあ、自分で実際こう、勉強されて受かってみて、こう鑑定試験ってどういう人が受かりやすい、もしくは受かりにくいとかなんかありますかね？そうですね。まあ、その、まあ、僕は1年目落ちてて、で、まあ、その後に受かってるっていうので、うん、だから1年目の僕とかは受からない人なんですけど、うん。ああ、なるほど。それを振り返ってみると。そうですね。だから1年目とか結構その、レックではこうしろって、うん、こうした方が絶対受かるよっていうふうに言われてることがあるのに、うん、ちょっと自分の中で、うん、レック当たるよとか言われてますけど、うん、いやいや、そんな当たらないでしょ。あ、そうですか。1年目の時とかは本当、その的中って言われても、はいはい、その実際受けたり、問題見たりしてたわけじゃない、ね、はい、そんな世の中うまいこといくわけないじゃないって、はい、思ったんですけど、はい、1年目実際その、東連受けて、はい、本番受けて、はい、めっちゃ当たってるってなって、はい、え、これもうちゃんと信じてやってたらもっと良 い点数取れたんじゃないかってなって、はい、だからもう、受かる人っていうのは、うん、もうその言われたことをもう素直に、うん、もうそのネットの知識をなんか変に持ってくるんじゃなくて、うん、もうその、まあ、基本的に予備校でも、あの、いろんなノウハウを凝縮して、そうですね、時間を買ってもらうってことですよね。そうですね、受かるノウハウをもうダイレクトに言ってくださってるわけじゃないですか。すね、だからもう変に自分の中で、はい、あの、解釈せずに、はいはいはい、もう、あ、じゃあレックがそういうなら、そうしとくか、ぐらいの感じで行くのが、はい、まあ、受かりやすい人なのかなって思います、ね。なるほど。じゃあ本試験とうちの東連等々を見て、当たってんじゃんみたいな思ってられても、だからそこからじゃあ信じてもらえて、2年目以降は、これは信じた方が勝ちだろうと思っていただいたと思うんですね。そうですね。はいはいはい。だから1年目とか、だからその最初、その効果期見て、ため息ついてたんですけど、はい、逆なのかなって。はい、東連やって、効果期で埋めていくみたいな感じなのかなって、はい、そこで変わったっ。ああ、なるほど。わかりました。じゃあ、あの、今年2022年度は、あの、まあね、8月論文試験受けて、その受け終わった後の自分なりのこう、手応え、例えば去年とか比べても比較して、こう、手応えってどうでしたかね。まあ、その、鑑定理論に関しては、うん、去年の鑑定理論の方が手応え、その、うん、まあ、実際の点数ちょっとまだわかんないんですけど、今年に関しては。うん、まあ、実際の受けた後の印象的には去年の方が、うん、まあ、できて、出たような。ああ、そうですか。今年よりも去年ができた感じでしたか。そうですね。まあ、多分レベルが上がってると自己採点が厳しくなってると思うんですけど、ね。それもあるかもしれないですけど。はい。その、まあ、今年とかその、まあ、一章。そうですね。まず一章が出て。はい。それはちょっとしたサプライズですよね。一章来たかみたいな。そうですね。僕が受かった時は平成14年以来ぐらいですからね。川瀬さん合格したときに一緒で。一緒、もうあの、ほぼ同じ問題なんですよ。あ、そうなんです。僕は懐かしいと思って。いや、ちょっと俺出せばよかったと思って。僕記念で出せばよかったと思って。平成14年のほぼ問題なんですよ。そうなんです。そうです。だから、僕あれ、あの、まあ、問題配られたらちょっと透けて見れるじゃん。ああ、そうですね。裏こうやって見ますもんね。そうなんです。はいはい、まあ、僕しっかり見てたんですけど。はい。価格の二面性とか。二面性ってあって。
あれやばい、これ、これどう考えても一章だと。そうですね。ちょっと3章使ってもいいかなとか、ちょっともうすでにその答案コース始めてたんですけど。一章から逃げる作戦を。やってたんですけど、はい、まあでも結構その一章のインパクトが強くて、はいはいはい、まあその自分の中で終わった瞬間に、うん、うわ、できたみたいな感覚はなくて。なそう、あれの問題できたじゃなかなかいないと思うんですけど、ね。まあその必要最低限、うん、守りの答案を書いたはずだなぐらいの感じでした、ね。うん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 、あとまあ結構その、第3問で収益分析法出て、結構僕の中で収益分析法ちょっと出ないのかなって、はい、勝手に思ってたんですけど。なるほど。はい、基本、まあ、とはいえその、はい、まあ、定義とかあったんですけど、はい、定義とか書いて、はい、で、その、まあその、まあ基本的に出そうなやつっていうその定義プラスでいろいろ応用的な部分も、はい、そうですね、広げていくって必要がありますね。あると思うんですけど、はい、周期分析法に関しては定義を書き終わって、はい、ふーやばいと、定義だけだとふーって感じで、だから逆にその一章は、うん、多分みんな書けてないかなっていうと思ったんですけど、だからまあそこまで差はつかないだろうね。そうですね、はい、収益分析は、はい、でもやってるやつはやってるだろうなみたいなところあったんで、 あれは結構不安はでかかったです。なるほどなるほどなるほど。でも多分全然差はついてないと思いますけどね、実際点数見てみると。まあその結構思うのが、うん、なんだかんだ3年やってるんで、うん、なその積み重ねがやっぱり生きてきたって感じですね。そうですね、まあその、はい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 、多分基準そのしっかりやってるところって、定義も迷いなくスラスラと書けるのが多いと思うんですけど、まあ、収益分析法は、多分意味は合ってるなと思いながら書くんですけど。でもまあ、不安の中で書いてるってことですね。そうですね。ゴリ夢中的な感じで。そう。意味は多分合ってるけど、こんな表現だったかな、みたいな。はいはいはい。あれ、カッコってここで出てきたっけ？そうですね。本当に、いざ漢字が思い出せないとか、そういうことですからね、本当に。あったんで。まあそうですね。ああ、なるほど。ちなみに演習って最後まで行けましたか？演習は、だから、あれですね、3年、3回受けて、唯一完、ああ、そうですか。じゃあ、演習リードしてできてるかもわかんない。なかなかそう言っても今年の問題、まあ、優しいとは言いますけど、最後まで行けてる人はそこまで多くはないので。まあもう、結構、途中で迷うところとかもあったんですけど。それ割り切った、こう、今までの経験に関して割り切ったですかね。そうですね、もう、なんか、建物 A か B か選ぶかみたいなあったと思うんですけど、はい、あれも全然分かんなかったんですけど、はい、まあ、結果正解のやつ選んでたんですけど、公用費を求めるときのものですかね。そうですね、はい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 、あったんですけど、はい、なんか20秒ぐらい考えて、はい、A でいったみたいな感じ でも、まあ、ある意味ね、その方がいいと思うんですけどね、結局家庭さんやってる部分ってくれるので。そうですね、だからもう結構もう演習は迷うところとか、うん、今回その土地の肘も結構価格に差が、うん、間が入ってますか、はいはい、ちょっと悩みますよね。ちょっとあの、はい、あのもう一回やろうかなとか、なるほど、思ったんですけど、その誘惑に駆られたんですね。思ったんですけど、はい、もうやめようと。前年のその失敗とか、なんかその経験が生きてるって感じですね。ドツボにハマるなと思って、先にどんどん進めた方がいいなと思ったので、でもやっぱその作戦がやっぱちゃんとこう確かにこう積み重ねが生きてる感じですかね。わかりました。じゃあ合格した後のこの感想、発表見た時の感想って今改めてもう一度、いや、そうですね、はい、まあもちろん嬉しいのは嬉しいんですけど、うん、やっぱりそのまあいろんなプレッシャーもあって、うん、まあ3年もやっててってもあって、うん、まあ自分で言うのもあれなんですけど、うん、まあ当連もある程度の点数を取れてた。そうですね、確か申しとこ一番になってたんじゃないですかね。そうです、1回だけ一番になってたそうですよね、はい、なので、まあこれで落ちたらどうしようみたいなのがあった、うん、まあそうですね、レベルが高いになるのは心配ですよね。でも番号見て会った瞬間に、うん、ああ耐えたみたいなそうですね。でも正直言うと、まあこちらのせいなんですけど、去年受からしとかいけないような感じのレベルだったんで、確かにそこまでレベルが高い人がもう一年頑張ると結構大変なんですよね。だから確かにこう粘るっていうか耐えるっていう感じで一年になると思うので、それをこう耐え切ったっていう感じですかね。わかりました。あとは一応そのレッは頑張ってその試験傾向とか、あと教養ですと試験員のこう分析とかしっかり行って、当連とかもし出して、でもあれかしこう当たるって言われてるんですけど、はい、実際今年本試験受けてみて、その的中度みたいなものってこう感じどうでしたかね。まあその先ほどもあったと思うんですけど、うん、1年目から感じてるんですけど、うん、めちゃめちゃ当たりますそう、なんか強に言わせるみたいな感じ。いやでもだから1年目の僕は全く信用してなかったんです逆に多分ちょっとだけ合格者対談をちょっとだけ見たりしてたんですけど、はい、だからその言わされてるだろうと。いやもういやでも当たるって言っても、まあどうせそのちょっとかすってるぐらいだろうとね。そんなんで当たるって言われてもみたいなこと思ってたんですけど、1年目の最終的な部分で、はい、ほんまに当たっとるやんけって思って
で、まあ、今年だと、その、まあ、2年目も、まあ、当たっ、2年目とか鑑定理論、ファイナル模試、めちゃくちゃ当たってましたね。あれ、あれでもまあ去年、はい、だから去年のその鑑定理論できたっていうのは、はい、あれが大きくて、はい、で、今年とかだと、もうその会計、会計はもう、のれんがもう、会計すごのれん祭りでしたからね。会計すごかったですね。もう会計その、まずその、答案用紙配られるじゃないですか。はい、で、なんか、資格の答案があって、はい、年って書いて、何年の年が書いてて、はい、あれこれ20年かって思って、これもしかして20年かなって、いや、そんなわけないかなって思ってたんですけど、計算問題やろうなと思ってたんですよ。はいはいはい、計算問題かって思ってて、配られて、普通に文章書いてて、あ、20年かだと。問題見る前に。大阪神様が降臨してきたね。あ、当たっとると。今年も当ててると思って。当てるんですよ、高坂先生は。もうすごいんですよね。まあ、だからやっぱ、まあ、もちろんね、まあ、皆さんの実力なんですけど、まあ、それがうまくこう、まあ、気持ち、精神衛生上、まあ、そうですよね。やっぱりこう、やってたってことはかなりこう、安心して書けますからね。いや、それ間違いないです、ね。そうですよね。わかりました。じゃあ、今年こう、合格した、なんかじゃあ、一番の決め手みたいなものって何だと思いますかね。そうですね。まあ、その、まあ、決めてっていうので、まあ、その、他の人と差がつけれてるのかなっていうのは、うん、まあ、その、やっぱり、今も言ったんですけど、うん、会計は大きかったのかなっていうのは、まず一つありますね。うん、その、まあ、他校さんのこと言ってるのかわかんないですけど、うん、まあ、他校さんの人の、受講生の話が聞いてると、うん、まあ、のれんは手薄だったみたいなのよく聞くんで、うん、はい、逆に、その、僕、まあ、3年前からずっとのれんって、総ざらいのテキストとかに載ってたと思うんですけど、はいはい、のれんやらない。なんで手薄なのみたいな、はい。のれんをやらないっていう選択肢がある、あるんや、みたいな。なるほど、なるほど。はい、それがあって、はい、っていうので、まあ、間違いなくその、差っていうのは。そうね、多分会計学の合格者の平均点とか、全受講生の平均点低かったんですよね。そうですね、40何。そうですね。多分うちの多分受講生さんは、それなりに点数取れてると思うんですよね。そうですね。だからそこは多分リードできてるってことでしょうね。そうですね。うん、で、まあ、他、まあ、その理論も、うん、まあ、やっぱりその、まあ、間違いなく、その、一章も、うん、まあ、あと、まあ、開発法とかもいろいろ出てたと思うんですけど、うん、まあ、実際開示しないと分からない部分はあるんですけど、うん、まだ開示してないんですけど、うん、まあ、その、おそらく、そんな、話されてるなんてことはないと思うんですよ、ね。そうですね。いや、もう、やっぱ自己採点が厳しいだけで、理論に関しては、いや、論文でもリードできてると思いますけどね。うん。はい。あとは、鑑定事務所に勤めながら、こう、勉強されると思うんですけど、はい、こう事務所に勤めてることの、なんか、その試験におけるメリットみたいなものって、こう、実際やられてみて感じたことはありますかね？そうですね。うん、まあ、その、まあ、社会人の方とかだと、うん、一般的な社会人の方だと、まあ、やっぱりその、不動産鑑定試験受けますとか言っても、うん、何それみたいなところ、ね。存在さえもちょっとなかなかちょっと、こう、あると思いますし、うん、いや、まあ、仮に知ってて、凄さは分かってても、うん、まあ、そんなことするぐらいなら、うん、仕事で頑張るよってなると思うんですけど、はいはい、やっぱり、事務所的にはその、うん、受かってないと逆に、そうですね。受かってもらうことが一番会社にとってのプラスですもんね。そうなんですよ。だからその、まあ、勉強のしやすさというか、うんうんうん、まあ、その、先ほども言ったと思うんですけど、まあ、朝勉強できて、うん、仕事終わってからも勉強させてもらって。まあ、できると、はい。はい。っていうので、はい、やっぱりまあ、で、あと、直前2ヶ月休ませてもらえる。直前2ヶ月の試験休みは大きいですね。大きいですね。だからそういう、その、試験に対する理解っていう意味で、うん、鑑定事務所に勤めてるっていうのは、うん、まあ、ある意味ステータスなのかなっていう。なるほど。それなんか勉強の内容的に役立ったことはあります。ちょっと実務的なことにかじってはいたと思うんですけど。まあ、そうですね。うん、まあ、ただその、まあ、実務的なことをやったからといって、うん、まあ、果たして点数につながるのかっていうと、うん、まあ、それはまだ全然違う。そうですね。多分僕もそうだと思います、やっぱりちょっと。たまたま、例えば問題とかで、うん、あ、これこの前ちょうど、例えばなんか具体例を書くような問題が出てきた時に、これちょうどやったとかならあるかもしれないですけど、うん、まずそんなことないと思うんで。そうですね。そんなにその具体例をしっかり書かせるような問題ではないというか、うん、基準をしっかり抑えてっていう感じだと思うんで。そうですね。うん、だからその、まあ、もしも、役立つとしても、うん、まあ、0.1% です。そうですね。多分そうだと思う。やっぱなんか環境って意味では鑑定事務所はいいんでしょうけど、なんか鑑定事務所で学んだことが勉強に活かせるかと、多分それはあんまり意味、なんか、ね、多分ないかなって感じしますよね。わ、はい、かりました。じゃあ、合格されて、今後いろいろこう活躍されると思うんですけど、これからの抱負みたいなものってありますかね。そうですね。まあ、ちょっと言いにくいところではあるんですけど、はい、
まあ、お金を稼ぎたいっていう。初心回帰ですよね。だってきっかけがそうですよね。そうですね。ちゃんとそれがもうずっと続いてるってことですね。そうですね。でも、すごい大事なことだと思うんですよ。この資格を取る一つの、それやっぱり、大事なことですから。いや、それなりに稼げると思いますけどね。まあ、最初の目標は楽して稼ぎたいなと思うんですけど。楽はちょっとあれかもしれないですね。そうですね。しっかり苦労して稼いでいこうかな。それはまあ、実際鑑定事務所にいるのってある程度お分かりだったので。しっかり苦労して、頑張りたいなと。稼げるようには全然なると思います。はい。じゃあ、最後になるんですけど、これ今ご覧になっている方で、これから鑑定士を受け入れる方もいると思うんですけど、そういった方々に向けてメッセージをお願いできますでしょうか。そうですね。まあ、これから受けるっていう人は、うん、まあ、おそらくその、まあ、勉強の仕方であったりとか、うん、まあ、その合格できるかなっていう、まあ、不安な部分って結構あると思うんですけど、うん、まあ、結局それって全員一緒で、うん、まあ、受かりそうな人も結局合格ってなる瞬間まで不安は不安なんで、うん、もう結局そのもうレックで、うん、受講するって決めたんだったら、うん、もうレックに言われたことを素直にやって、うん、もうひたすらやっていくと、うん、気づいたら受かってたみたいなところがあると思うんで、うん、まあ、はい、頑張ってくださいっていう感じですね。最後のまとめちょっと 100点満点な。ありがとうございます。そうです。でも本当に、途中でも言ってましたけど、こう、やっぱ信じて、素直にやっていただくことが一番こう、近道なのかなって気はするので。そうですね。はい。それをやっていただくのがいいかなと思うんですけどね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。本当にいろいろ多分これ、ご覧になってるいろんなこう有意義なことを聞けたんじゃないかなと思います。はい、最後本当におめでとうございます。ありがとうございます。はい、本日は、ね、宮本さんをお招きしましていろいろねお話を伺ってきました。はい、では以上をもちまして2022年度論文合格対談ですね終了させていただきます。ありがとうございました。